どうもー、藤田です。はい、決まりました。よろしくお願いします。いや、ちょっとびっくりしてるんですよ、僕。はい、なんですか。いや、あの、藤田さん、うん、ええ、大谷翔平選手知らないですか。あ、あの、ネズミ先輩との会話のナンバーより、はい、まあ、知らないですね。え、何者かご存知じゃないんですか。いや、ちょっとね、その後すごい叩かれたというか指摘されて、はい、軽くは聞いたんですよね。軽くは聞いたんですよ。まあ、正直、はい、僕ちょっと前にお話ししたじゃないですか。はいはいはい、うん、え、大谷翔平選手知らないんですかって、で、え、誰みたいになってなったじゃないですか、実は。そうです。僕ニュースは見てないってことないですよ。ヤフーニュースを上から下まで結構見るんですよ。はい、うん、絶対見る名前ですけどね。いや、なんすかね、スポーツなんですよね。まあ、スポーツが聞いた上でスポーツの野球の選手なんですよね。はい、そうですよ。だからやっぱ野球とかスポーツはちょっとスルーしたのかもしれないですね。世の中のことに疎いですよね。あ、でもスポーツ選手だったらなんとかで、例えばね、そのね、用具を叩き壊したとか見たくなるじゃないですか、例えば。だから藤田さんって性格悪いからネガティブニュースばっかり見るんですよね。そういうね。だから大谷選手はなんかポジティブなニュースなんで、やらかしてないですよね、多分ね。今ホームラン王争いトップをね、走っているんで、だなんかやらかしてないですよね。そのなんでやらかさないと見ないですか、皆さん。ということで、今回は藤田さんがどれほど、世間の常識を知っているのかってちょっとクイズしていきたいなと思って。スポーツ選手の名前を知ってるっていうことは常識なんですか。スポーツ選手というより大谷翔平選手は知ってて当たり前だと思ってます、日本国民。これだけ騒がれていたら、うん、ということでちょっとクイズ出題していくんで、ちょっと答えられるかどうか。あ、じゃあ例えば大谷翔平選手、もういいですよ、大谷翔平選手の話は。あの、どんだけすごいかっていうのをちょっと一回聞きたいんですよ。はい、それは自分で調べてください。あの、いや、常識言われても、例えば、じゃあまず第一問目、はい、鬼滅の刃ってご存知ですか。あ、知ってますね。はい、それはまあ大人気のアニメですよね。はい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 、はい、の、これでみんなが、うん、何々のなんとかってすごい流行ったんですよ。わかります？何々のなんとか、はい、鬼滅系で、はい、で、この言ったら前の部分を四なんのに、うん、変えて、はい、鬼滅の刃で流行ってる言葉が、はい、流行ってた言葉ってわかりますか。それはわかんないですね。答え言っちゃいますけど、はい、〇〇の呼吸って聞いたことないですね。え？水の呼吸とか。〇〇の呼吸っていうのは何の、まあ、言ってしまったら、まあ、水の呼吸とか、うん、火の呼吸とか言うんですよ。はい、それをがすごい去年流行った時にみんないろんな番組でそれが鬼滅から来てるんですね。漫才の呼吸だとか、そうですよ、うん、何々の呼吸だめちゃくちゃ言ってましたよね、テレビとかで。言ってましたね、バラエティで。でもその何々の呼吸は聞いたことないですよね。うん、じゃ今流行ってるアイアム2名で、ちなみに東京何々ってわかります？東京何々っていうアニメなんですけど、東京何々、これ今一番実写化されたんですよ。でもこれ一番流行ってますね、今ね。東京、ちょっと話題になって、東京ラブストーリー。いやいや、それで新しいのリメイクされたじゃん。リメイクされたじゃん。いやいや、言ってるじゃん。いや、アニメじゃないって言ってるじゃないですか。東京何？言ってしまうと、まあ、うん、アニメと漫画でちょっとやって、東京マンジリベンジャーズ、東京リベンジャーズ。聞いたことないですか？聞いたことないですね。ないですか？ないですね。今よくあのテレビとかでも言われてる、ひよってるやついる？いねえよなっていうくだりがすごいいろんなところで使われてるんですけど、ご存知ないですか？聞いたことないですね。鬼滅の刃の主人公はなんていう名前なんですか？かまど炭治郎。その人が〇〇の呼吸って言い出すんですか？そうです。なんで今鬼滅に戻ったんですか？いや、聞かないなと思って、ね、東京リベンジャーズの話をしてます、はい、じゃあリベンジャーズのマイキー君がひよってるやついるっていう、今これまさに今映画始まったばっかりです。でもどうなんですか、どんぐらい人気なんですか、それ実際のところ。いや、相当な人気だと思うんですよ。そうですよ。昭和のアニメとかって、はい、ほぼ 100% の子供が見てるとかじゃないですか。まあまあまあ、まあ、金ちゃん 70% とか。ちょっとアニメじゃなくしますね。アニメはあの2021年今回はね、あのアマゾンプライムさんの方で、はい、エスパーマミとか21円もんとか、あ、なるほど、そういうの全部見てますか、2021年に。はい、次行きます、はい、今サッカー日本代表の監督の名前わかりますか。いやー、それは難しいな。サッカー日本って何かやってんすか、最近サッカー。いや、ずっとやってますよ。だってオリンピックもあるじゃないですか。でもださ
監督って分かんないですよね、誰がどうかって分かんないですよね。いや割とサッカーって、まあその興味なかったらあれかもしれないですけど、うん、何々ジャパンっていうね、そうそうそう、何々ジャパンって名称、ジーコがいたよね。あ、ジーコジャパンの時代は知ってるんですね。ジーコサッカーがあるからね。憧れてジーコみたいにしてますもんね、今2006年です。ジーコの髪型にされて、まあスーパーリゴンのジーコサッカー、そうだったね。あとまあ、あと三浦和義を外した監督とか、ね、いらないぞその、うん、あの、うん、勝手に自分の知識やめてください。知らないで別に覚えていただいて。え、ちょっと待って、今の、今でしょ。はい、知らないですか。聞いたことありますか、森保監督って。ああ、聞いたことないですね。ああ、アドさんが出して今年大流行した曲の名前は、ああ、知らないな。アドって広告のアドじゃなくて。結構でもよく耳にしたと思いますよ。ADO ADO での方の ADO、 別にどうでもいいんですよ、そこじゃないんですよ。その方の歌で流行った歌があるんですけど、わからないです。あと ADO なんでしょう、流行りに疎いってことですね。そうですね、こうスポーツ以外にも、あの、そうそうそう、まあ今の音楽だったりテレビだったりアニメだったりを見ないんで。でも僕もそれ全然見ないですけど、あ、手に入ってくるのとね、はい、うん、まあ、正解言うと「うっせぇわ」っていう曲なんですけど。聞いたことありますね。ないですね。今人気の全裸監督って知ってますか。あ、それは知ってますよ、ね、誰をモデルにしたかってお話って知ってますか。誰誰、あの、まあ、とりあえずアマゾンプライムのやつなんですけど、あの、それはなんか YouTube の広告とかでも結構出るんですよね。あ、はいはい、で、まあ、全裸監督、全裸監督って今 2?、はいはい、2までやってます。シーズン2今やってま す、ね、ですよね。誰のこと、まあ、実在した人ですもんね。え、ちなみに誰が演じてるかご存知ですか。それは分からないですね。主演も分かんないですか。分かんないですね。アマゾンプライムは契約してますよ。はいはいはい。 いいんですよ、そんな話は。最新のドラマ見るとかないんですか。ないっすね。っ最近だから見たドラマでいうとスクールウォーズになってきますからね。それもアマゾンプライムなんですけど、はい、1983、84年のやつか、はい、これも、まあ、全裸監督は村西さん、村西徹さんっていうめちゃくちゃ有名な AV の監督さん。わからないですか、村西徹監督。スクールウォーズもその実在したチーム。いやいや、村西徹監督の話してるんで。ちょっとこれ若者に流行ってたものなんですけど、はい、キュンポーズってわかりますか。今やってみてください。キュンポーズって聞いて思い浮かぶポーズ。ハート、ハートのマーク、はい、いきます。3、2、1。なんかハートを作るのがキュンじゃなくて、さあお互いに、うん、まあ、なんか何じゃ、最後締めましょう。じゃあどういうことですか。何か一つ最後の問いで、そうそう、あ、じゃあもう一個、じゃあ、うん、これはもう絶対藤田さん、お得とかが好きだったら分かると思うんですけど、あの、最近流行りの月額制サービスの正式名称を答えてください。うん、分かりますか。月額サービスって何の。いや、何でも月額制のサービスが今いろいろあるじゃないですか。月額サービス、いや、笑っちゃったけど。いやいや、例えば一つの例をちょっと言って。いや、だからその飲食店とかでも、例えばラーメン屋でいくら払えば、その1ヶ月何回でも食べれるとか、そういう月額制のが流行ってるんですよ、うん、それの名称を、正式名称を、よく耳にすると思います、これ。ああ、これは聞いたことあるような気がする。多分、はい、ちょっと お願いできますか。月額でしょ、はい、なんだっけ、定額、月額だから、なんかそういうやつじゃないの。リザーブではないもんね、予約だもんね。なんだ、聞けば分かると思う。これは多分その人多いんじゃない、聞けば分かるみたいな。あ、じゃあちょっと言ってみて、それ分かんなかったら分かんないっていう人、本当に、はい、うん、サブスクリプションです。サブスクって言われてますけど、うん、ああ、サブスクって言うとそういうことなの、全部、まあ、サブスクで。じゃあやっぱ聞いたことはあるわ。聞いたことはある。聞いたことあったけど出てこなかった、ね、出てこなかった、はい。ファーストサマーウイカさんって知ってます。ああ、炎上された方ですよね。ネガティブなとこばっかり思って今もない。どうですか、今の聞いたところってどう思いました。何も知らんなって、ね、もうちょっと世の中に興味持ってほしいなっていう。ゲーム以外のことでも、うん、やっぱり藤田さんね、表に出る方なんで、知っておいてほしい知識はあるなっていう。今の質問でも偏ってたと思うんですよね。一応偏らせたんですよ。というのも、うん、やっぱり芸能に携わっている方なんで、うん、流行とかその芸能関係のことはそういうの知っててほしいなと思って。逆にここで政治の何々とか、うん、そうなんですよ、あ、逆に事件とか言ってどないするんですか。今後は藤田さんが、うん、藤田ですポーズでやらせるんじゃなくて、その女の子たちに歩み寄って、ちょっと若い子のポーズでやろうとか、ちょっと歩み寄り見せてください。そうですね、なんかそうですよね、まあ早く令和に足を踏み入れてください。ちょっとね、怖いっていうかね、いつまで昭和で足踏みしてるんですか。まだ平成すら来てないです、藤田さん。まあ確かに、もう見てるドラマとかアニメで言えば本当昭和、ね、昭和してますよ。はい、というわけでね、まあもう少し
令和に耳を傾けて、次のこの常識クイズというやろうをやってみたいと思います。はい。